この映画を見て、感じてほしい、まあ、個人的に思うところなんですけど、この映画は、映画の終わりの方にすごく明確な、答えが用意されてたりとか、すごいオチがあったりとかという映画とはちょっと違っていて、まあ、その前編を通して普段なかなか気づかない、日常の生活の中で気づかない、まあ、例えば川のせせらぎの光のきらめ方の美しさだったりとか、あとはなんか例えばアリがセミの羽を運んでる時に反射する光の美しさだったりとか、そういう普段は気にも留めないようなところを、まあ、ちょっと視点を変えて世界の捉え方を変えてみると、まあ、また違った世界を自分の中で発見することができて、まあ、自分とその世界とのつながりみたいなことを再発見することができる。で、なんかそのようなことを、皆様が感じていただけたら嬉しいなと思います。そうですね。まあ、実はその映画が伝えたいメッセージっていうのはものすごくこうシンプルなんですよ。だから命の不思議だったりとか、うん、命あることの喜びっていうものすごくシンプルなことで、それは実はとても当たり前で、普通の感覚で言うとそれをそんなに問題にしなくてもいいようなことだったりするんです。ですから、まあ、オーディエンス一人一人が、一人一人の中に、それぞれですね、それぞれの感想を持っていただいて、自由に解釈していい映画だと思いますので、疑問も含めてですね、それぞれその違いだったりとか疑問の違いも、みんなでそれ感じ合っていただけたらとても嬉しいです。